はいどうもラメリーです。おさんことオースリーです。トラネコです。いやどうして全身ダイヤマン、ガチガチ。本日やっていくのは歌しりとり、シングアソング。先日王様から依頼があったラメリーです。オースリーです。トラネコです。お呼びでしょうか。我は退屈じゃ、楽しませよ。ええー、面白ければダイヤをやってもいいぞ。ということでこの部屋は王様に監視されております。なるほどね。ちなみに今回使えるのは2022年の5月までに出た歌の歌詞でしりとりしていきます。おい鼻を投げるな。鼻はいいじゃねえか。じゃあ王スリーが片付けてください。2022リリースの歌でしりとり始めましょう。隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム、You know を噛み砕いてもなくならない、本音が歯に挟まったままのま。オフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツのサビです。ドッキリナッツ。はい、よくわかんない発言やめてくださいね。もう忘れた。最後何か。トラネコはもはや忘れる才能があるよ。これ今僕のターンだったら終わってた。何で止まったか覚えてなかったから。そう、次はオースリーのターンなんだよな。ということでオースリーさん、ステージに立って歌ってください。じゃあ僕バックダンサーするわ。いいね、ジャニーズだよ。なるほど、ジャニーズジュニアに習ってまずはバックダンサーから始めるわけだ。いやオースリーに隠れちゃってる。バックダンサーじゃなくて背後霊みたいになってるって。魔法少女やめたい、誰が敵か味方かわかんないし、陰険で強欲で滑稽で下道で、魔法が溶けるチョコみたいに。おお、魔法少女とチョコレート。いや最悪、バックダンサーの操作難しくて集中してて怠けしたかった。バックダンサー難しい、面白いじゃん。もう自爆しに行ってるのよ。でもどうせこういう時って動画的にサビを歌うのが一般的なんで。まず歌しりとり自体が一般的な遊びじゃないからな。まあいい読みをしてるとだけ言っておこう。でもどこまでがサビなんだあれ。どういうこと。なんかもうずっとサビじゃんあれ。なんかサビ始まってから終わるまでずっとサビじゃん。ちょっと待って、全然意味わかんないんだけど、一体どういうことなの。いやどこまでたら絶対なんか魔法少女を辞めたいから始まってるんだよね、まだったら。いや多すぎる、魔法少女を辞めたいから始まる歌詞。本来しりとりって始まる文字から考察する必要全くないんだけどな。バックダンサーしてたからだろう。でもいいで終わるところ多いんだよね。一見にしかするね、それすらつまり虫取り違って体調ないない提案があります。ぜひ出してほしいものなら、とりあえずとりあえずとりあえず出発しよう、ノンプランで。うん、ちょっと待って。トラネコ、行っちゃうと。いや、無理これ。イエーイ。オースリーはイで終わってません、ニです、ニ。だから、ニッコリ調査隊のテーマを歌うんだったら、サビから歌っておけば正解だったし、まず百聞は一見にしかずの一見にしかずから始めるなよ。なるほどね。アウトになったトラネコくんには、ウォーデン先輩をプレゼント。やばい。うわなにこれ、なにこれ、なにこれ。うわあ、なにこいつ、なにこいつ。ウォーデンです、倒してください。うわうわぁ、やばすぎ。ビーム。うわぁ、なにこれ。やばい、キモい、もう無理。ソラネコは衝撃波に消し飛ばされた。ということで、歌しりとりを間違えるとウォーデン先輩が衝撃的な歌声でね、使ってくれます。いやぁ、べー歌声だったなウォーデン先輩。ニコリ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 やんだ、あちらもこちらも三脚万来、君の笑顔もコレクションさせてて。ってってて、それはね、歌詞じゃないんだよな。ちょっと僕どこにいるか当ててみて。お、まだどこだ。これわかんなくね、僕どこにいるか。俺どこにいるんだ、マジで見当たらん。あ、いた。倒れてる気がするけど。ちょっと足挟まっちゃって。足どころじゃなくて腰くらいまで消えてるけど。デイデイ、ハラレハラレ、ほら、いそう悪くないわ。くすぐ先まで、ミリグラム。メイメイ、重ね重ね、存外、そう悪くないわ。酔いどれ知らずの恋が敵だから。酔いどれ知らず。そういうあなたは酔いどれ熟知。いらねえわけがねえんだよな。でもなんか撮影前にさ、なんか酔ったりする人とかいるの。僕もスマブラの大会出るときは絶対おしっこ我慢する。いやこれマジ本当だからね、これ。あんまバカにしちゃえばいいよ、マジで変わる。同じ基準だと思われてんの私。
マジで本当にね、科学的に証明されてるんですよ、集中力上がるの。俺今科学の信用度ガクッと下がったわ。虎猫が言うとな、よく騙されるからなこいつ。ラリパッパラパッパッパラパラリパッパラパッパッパラパ。またしても魔法少女とチョコレートパ。これいいんですか、これ歌詞って言うんですかね。おっとおちんぎ入りましたよ。だって本家で字幕入ってんだもん。じゃあ仕方ないね。やったー、あっさり引き下がるじゃん。ということで空猫くん次パです。にっこり調査隊のテーマになんかそういうぴったりな場所がねあったかもしれません。パスポート的な。あ、それね。パパパスポート持ったはき、聞き換え忘れた。モバイルバッテリー持った、はい、ほ志は持った、もちろん。もちろんもちろん。やばすぎ。もちろん死んだよな、それは。こんなゴミみたいなトラップに引っ張るの。いや、僕これ性格分かった気がする。とりあえず行動するみたいな。虎猫はツーアウト。ということでウォーデン先輩お願いします。うわー、お前を倒してやる。ダイヤ装備だ。さあ勝てるのか。やばい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 。あー、もう無理。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたらどう普通、腹の底からこう普通普通と。俺たちだって動物、言うに持ち売れオリジナルな習性。自分で自分を分類するのよ、壊してみせるよ、そんなバズハビット。と、豆腐辻無惨様とかダメですかね。メンタル豆腐なの。プルンプルンしてそう。あれ無惨くん、今こっち睨んでたよね。いや、違う。共にいられ揺られ踏まれても割れないからみたいになるから。生まれた場所が木の上か地面の中か、それだけの違い。許されないほどにドライなこの世界を、等しく雨が湿らせますように。おい何やってんだよ、もう完全に椅子が頭に刺さってるじゃねえか。ニコリ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 お利口ちゃん、大人も子供も熱烈歓迎のい。なるほどね。陰険で強欲で滑稽でけどれ、魔法が溶けるチョコみたいに。そこはオースリーが最初に歌った場所です。空猫スリーアウト。おい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 、どういうことだってばよ。ウォーデン先輩、本日3回目の出勤よろしくお願いします。また出た。あ、空猫はゲームを退出しました。危ない危ない、よく助かったぞ。参加してきた。全然助かってねえよ。やばい。また退出してるって。こいつまだ僕のこと狙うね。ここにいたら攻撃できるでしょ。おや、安心しきっているのでもう1体後ろに出しておきましょう。あれポンコツじゃない。うん。うわぁ。ワープしたワープした。あら、空猫はウォーデンに殺害された。もう最悪という感じで、どうでしょう王様、お楽しみいただけたでしょうか。え、あ、ごめん寝てたわ。え、じゃあ褒美のダイヤモンドは。もう一回最初からやって。いや、きついって。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価してくれると嬉しいです。 Twitter や TikTok、 僕が所属している君夢のチャンネルは概要欄に貼っておくから見てくれよな。それじゃあまた次の動画で。またね。